見事なものだ。絶好の実験日和だ。意見を聞かせて。おお。よ、こんにちは。調査兵団として感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのは分かるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど。
君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員、準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。拠点を頼むぞ。やれるか。大体の巨人の位置は鼻でわかる。よし。よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。鼻が効くが、エルヴィンほどには効かない。拠点を頼むぞ。負けねえ。お前のような匂いのやつはあまりいない。できたぞ。救援要請か。行くぞ。
拠点の設定は失敗したか。みんな周囲の警戒を怠るな。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かれ。油断はするなよ。手が足りねえな。やっと捕らえた。見てた。救援要請を確認。私が向かいます。やったぞ。なかなかやるな。だが調子に乗るなよ。壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。俺が最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。よし、増援を調達してこよう。助かりました。やれるぞ。
スがいいな。増援を呼びに行けるぜ。拠点を頼むぞ。苦戦してんのか。行ってやらないとな。しっ、くっ、じゃどうにもならん。戦況を立て直す。補給しとこう。拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。
巨人が集まる前にここを離れなければ。ここまで近づいて気づけないとは。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。負け。頼んだぞ。任せて。そこを守って、奴らを止めて。頼みます。やれるぞ。苦戦してんのか。言ってやらないとな。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。やった。てめえらなんかに食われるかよ。いい流れだ。私も負けてはいられない。捕らえた。迎撃拠点の設営作業に移ろう。頼みます。原田さん、お願いします。了解だ。ハンジさん、頼みます。了解。兵站拠点に大きな被害が出ている。一刻も早くここを離れるぞ。ヘルダーさん、離せ。お前センスがいいな。やれるぞ。ヒゲさん、お願いします。ああ、you
ないな。問題ありません。まだまだいけます。お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。やれるか。お願いします。分かった。
デさん、お願いします。分かった。ゲルダーさん、頼みます。任せとけ。ハンジさん、お願いします。分かったよ。行くぞ。負けねえ。ヘルダーさん、頼みます。分かった。タララさん、お願いします。了解だ。確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした、何か事件か。被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。